小説を題にして描いた絵が最も面白いと言って、ゴン・チューナゴンは選んだ良い小説の内容を絵にさせているのである。1年12期の絵も平凡でない文学的価値のある言葉書きをつけて、帝のお目にかけた。面白いものであるが、それは非常に大事なものらしくして、帝のおいでになっている間にも、長くは御前に出しておかずに、しまわせてしまうのである。帝が西宮の女子に見せたくおぼしめして、お持ちになろうとするのを、古貴殿の人々は常に阻むのであった。源氏がそれを聞いて、中納言の競争心はいつまでも若々しく燃えているらしい、などと笑った。